ラム -139 ブラはアメリカ合衆国の対戦ミサイル。既存のアスロックをもとに垂直発射に対応した改良型である。1980年代初頭よりアメリカ海軍は水上艦のアスロックと潜水艦のサブロックを同時に代替する新しい対戦ミサイルとしてシーランスの開発に着手した。しかし同ミサイルは技術的、 財政的困難に直面し、開発は停滞していた。このことから、1983年、水上艦用の全身的な対戦ミサイルが開発されることになった。これは既存のアスロックをもとに、マーク 41VLS からの発射に対応するなど、最低限の解説系を行った派生型とされた。これによって開発されたのが、本ミサイルである。その後、 1988年には、一旦は、ブラの開発を棚上げして、シーランスの開発に注力することとされたものの、結局、1990年にシーランスが開発中止となったことから、むしろブラが本命視されるようになった。生産は1993年より開始されている。基本的には、アスロックをもとに、 水力変更機構を備えた個体ロケットブースターを追加した設計となっている。これによって垂直発射に対応するとともに新型の案 SQS-53 単身技の直接探知範囲にマッチした射程まで延伸された。原型のアスロックが放物線を描いて弾道飛行する無誘導ロケットだったのに対しブラでは完成後方装置を備えた。 オートパイロットが導入された。飛翔精度向上のため、飛翔高度はできるだけ低く取られており、VLS からの発射後、まず行角40度、ついで29度に調整する。射程は、ロケットモーターの切り離しのタイミングによって、決定されるのは、アスロックと同様である。弾頭は、ラム -139A では、マーク46モット。 ご栄単魚雷とされており、1996年にマーク46モットご栄単魚雷を搭載するラム -139B に置き換えられた。マーク50魚雷への更新も検討されたものの、これは実現しなかった。その後、弾頭をマーク54に更新したラム -139C が開発され、2004年より生産に入り、2010年に 初期作戦能力を獲得している。ありがとうございます。